の加減かしら。あ、最近ちゃんとメイクしてなかったからかな。なんか昨日もリップはね変えたんですよね、ちょっと前に。なんかあんまり色味が思ってたのと違くて微妙なんですけど、でもめっちゃ色が残るからまあいっかって感じです。結婚はねちょっとね鼻がムズムズするから無理です。なんか最近めっちゃ鼻がムズムズする。花粉症かな。何これ、うま、ありがとう、かわいい。これ結婚はちょっと鼻がムズムズするから多分花粉症です。だから無理なんですよ。おはよう。4時半やって。まだ今日はアズカバンの続き見てからゴブレットの最初の方見てた。季節の変わり目だから、あ、だからか、別に花粉ではない。でも花粉って春と秋のイメージ、なんか夏は暑すぎるし冬は寒すぎるから春と秋って結構いいやん。だけど春と秋に限って花粉症になる、ってか普通に花粉症じゃないけど花粉が流行るから、なんか結局一番いい時期ってないなーってなる。うま、ありがとう、うま、ありがとう。これはメリーゴーランドだ。メリーゴーランね。ヘドウィグ、キュッチャーン、ゴブレットからハリーの名前出てくるとこまで見た。キュッチャンはドラゴンと戦ってるところ。今お姉さんです。今日もやっぱでも黒い服を着るだけでお姉さんっぽくなる。どっかへ撮ったけどね、話を考えてる。え、ちょっと久しぶりじゃない、お話するの。キョピ見知り克服できたかにゃ。そう、でもなんか2回見たんですけど今3週目で、だけどなんかほんまに全然理解できてなくて。めっちゃハリーポッター好きなんですけど、マジでこれはマジで好きなんですよ。で結構生きがいぐらい、なんかもうガチで初めて見た時はマジ生きがいぐらいハマってたんですよ。今日も早く帰ってハリーポッターが見たいな、ハリーポッター早く見たいから頑張ろうみたいな、これが終わったらハリーポッター見れるから頑張ろうみたいな日々を送ってたんですけど、でもマジで理解できてなくて今3週目でなんかやっと、ああえそういうことみたいなことが結構多くて、本当に理解する力がないなって思いました。ポップコーンレンボスターありがとう。なんか評価は友達の解説も受けてやっとなんか学校のなんか分かれてるのがよく分かった。でもちょっと名前はまだ覚えれないですね。ビクターみたいな、なんとかなんとかビクターみたいなのはなんちゃらかんちゃっていう学校の人でマジそれぐらい覚えれないんですよ。でも多分横文字が覚えられへん、シンプルに横文字が覚えられないっていうのもある。あとずっと字幕で見てたからあんまりよく分かってないみたいなところもある。え、めっちゃ話難しい。なんか今ねなんかメイクしながらあ、そうメイクしながらとかご飯食べながらとか流し見してるから
あんまり頭に入ってきてないっていうのもあります。なのに今日もメイクしながら見てたから、メイクしながら字幕を読むことはできないから、今は吹き替えで見てるんですけど、でもなんか2週字幕で見てるから、もう声知ってるから、なんかあーってなっちゃう。ちょっとでもユニバの声ですね、あれ。え、そう、真剣に見たらなんか「えー!」みたいななるから、楽しい。マジでね、楽しい。やっぱね、アズカバンとゴブレットあたりがすごく好きです。だから理解できないのか。うん、絶対そう。絶対あっちで見た方がいい。吹き替えで、ヘドウィグも言ってる。暴れやねぎに気をつけて、競技場へ急ぐよ。ユニバ行きたくなっちゃった。てかなんか最近めっちゃインスタでさ、なんかスタジオツアーのことが流れてきて、なんか TikTok でもめっちゃ流れてくんねんけど、めっちゃ行きたくなる。マジでね、スタジオツアー行きたい。ゴブレットめっちゃおもろいです。止まる。めっちゃ泣く小鳥ちゃんはね、